たとえ明日世界が滅びるとしても、今日私たちはリンゴの木を植える。地球の多様な課題を食の力で美味しく面白く解決するスマートシェフプロジェクト始動。シェフの創造力を厨房から解放せよ。7人のシェフが4次元の翼を持って世界の闇を照らす。セブンシェフズ。香辛料と魔法を操るスパイスマジシャン、レオーネ吉川健太郎。右脳と左脳で中華料理の枠を破り、チャイニーズフードハッカー、オウブ東浩二。京フレンチの新風を巻き起こす内藤部モダンフレンチ、レストラン元井、前田元井。炎と肉の求道者、ミートプロフェッサー、祇園肉料理岡義隆。和食の神童を切り開く、だし侍、祇園佐々木宏。味の黄金期を世界へ、近未来へ。ラスボス、菊の井、村田義弘。料理人は、その社会貢献をする、食を通じていろんなことに貢献していく、社会的な問題に興味を持たんとダメやね。未来に何を残せるか、近未来に何を作れるか。セブンシェフ。Seven Chefs Mission 001 近未来カレーを考えよう。1600年イギリスが東インド会社を設立。カレーはインドからイギリスに伝わり、明治時代初期日本に西洋料理として紹介されました。日本に定着した理由は肉食の奨励、西洋化への機運の高まりなど、当時の時代のニーズに合い、栄養価が高く、ご飯との相性が良かったからでした。近未来カレーを考えよう。指名されたシェフは、スパイスマジシャン、レオーネ吉川健太郎シェフ。近未来料理研究所首席研究員杉浦太陽です。さあ、今回はこちら近未来料理研究所で近未来カレーの研究をしていきたいと思います。早速行ってみましょうか。こちらでございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。セブンシェフズの吉川シェフです。レオネの吉川です。よろしくお願いします。お願いします。そしてグルメ YouTuber のケニチさんです。ケニチです。この番組では最新の AI を導入しております。こちらです。はい、チャット GPT ですね。この子に近未来の料理を表すキーワードを教えてくださいと聞いてみましょう。すると出た出た出た、うおー、 1,2,3,4,5 と、あ、めっちゃ出てくるな。最新の AI です。こちらが遺伝子組み換え食品GMO、 人工肉、 3D プリント食品、完全栄養食、虚実現実食体験、 VR 食体験。あれですね、皿のお皿にこう画像を映し出して、ただこう物がないのに食べてるかのような。そうです、そうです。とかね、近未来だな。ちっちゃいシェフが出てきてこうお料理をサーブしていくとか、そういうのがあります。もう持続可能性のこの料理とか、
ぱ SDGs 入ってますね。でもね、そうですね、さまざまな項目が出てまいりました。シェフ、こちらのヒントをもとに新しいカレーっていうのはビジョンは参考になるものですか？いや、全く考えてないちょっとこのね、はい、AI をもとに近未来カレーに近づいていこうということなんですけども、はい、まあ、人工肉でしたら、はい、多分味付けとかいかんでは、はい、うん、いくらでもできると思うんですけどね、はい、これはもう持続可能性 の、 この、まあ、ですから廃棄食品を使って美味しく作るっていうのでしたら結構いろいろ可能性はあると思いますね。確かに近未来に SDGs を使ったカレー、うん、はい、人工肉を使ったカレーなど、カレー味にしたらね、何でも美味しいんですよ間違いない。確かに、ね、みんなカレー大好きですよね、はいはいはい。さあ続きまして、近未来カレーのヒントとなるカレーを探してきましたので試食してみましょうか。まず一つ目は、日本で初めてカレー粉を発売したハチ食品のハチカレーですね。明治38年原点でございます。おー、薬種問屋を営んでいた2代今村弥平はある日、漢方薬を保存している蔵に入ったところ、当時海外から輸入されていたカレーに似た香りが漂っていることに気がつきました。香りの正体はウコンでした。弥平は自らカレー粉を調合することを思いついたのです。一番初めの原点を知るというのは大事なことなんで、はい、おそらくかなりマイルドなんじゃないですかね、はい、あ、でも香り的には尖ってはないです、ね、うん、尖ってないです ね、はい、ちょっと甘い香りしますよね。そうですよ ね、うん、まあ、優しめのカレーな香りがします。唐辛子ドーンじゃなくて、そうですね、はい、なんかこうお子ちゃまでも食べられそうなマイルドなカレーな香りがします。やっぱり初めて香辛料を体験したと思うんですね、この頃に。ブラックペッパーの香りが結構強いなっていう気がします。はい、なんかしょっぱいのかなっていうイメージありますけど、どうなんだろう。あ、カレーふりかけや。あ、結構スパイシーというよりか辛みが結構抑えられてますね。そうですね、結構、うん、あの塩気もあって、うんうん、あ、ご飯に合います。では、いや、なかなかスパイス、そのままこれいただくというか、これ長い人生初めてですけども、ほんまにその通り、お二人おっしゃる通り、ふりかけになりますし、うん、なんかつまみになるっていうか、これでビール飲みますね飲みますよね、うん、美味しいです。ケンジさんおっしゃった通り、甘みがやっぱりちょっとありますね、うん、はい、かなり強いイメージですね。さあこちらがハチカレーのレトルトでございます、うん、これがだから原点のレトルトカレーに、あの、あ、具もしっかり入ってますね。おー、いい香りします。これは、あ、美味しそうだ。肉ゴロゴロ入ってますね。そうですね、野菜が煮込まれてるイメージですね、もうペースト状になって、で肉だけ残ってるような。いただきます。いただきます。ではシェフからお願いします。はい、いただきます。どうなんですかね。うん、うまい。そして甘いですね。甘いんですか。はい、玉ねぎの香りがすごい強いですね。玉ねぎの香りが、はい、甘みと深みが出るんですね。そうですね、はい、しっかりこう茶色になるまで炒めて痕跡を残さずこうペースト状にしたような、そんなイメージですね。野菜の旨味大事なんですね。そうですね、はい、いただきます。濃厚なんで、濃度が入ってるのかな、これ。あ、なるほど。この濃度はやはり野菜で漬けた濃度ですよね。そうですね、うん、はい、あのカレーのあの片栗とかで固めたんじゃなくて、ちゃんとこうザラザラトロトロっていう、そうそうです、はい、この舌触りがすごく心地がいいです。ですから昔の欧風料理ってとにかく時間をかけて煮込むっていうことが、うん、あの基本だったんで、それを丁寧にこう再現してるというか。ちょっとあの色濃いめのカレーなんですよね。結構ね、甘めもあるんですけど、ちょっと酸味もなんか感じられますよね。ですね、お肉がねゴロゴロと入ってるんで、お肉だ、これは柔らかい、煮込まれてますね。もうほろほろ、もう食べてほろほろってこう崩れるぐらい煮込まれてますよね。だからこの肉の旨味もカレーの旨味として引き立てるっていう感じでしょうか。うん、そうですね、だから最初に甘くて後から辛みが来るっていう大阪カレーのこう典型的なパターンっていうか、はい、近未来カレーのヒントにするにはやはりこういういいかもしれないですね、はい、ベースのカレーっていう感じがしますからね、はい、
続いてのカレーはこちら、2050年カレーというネーミングで、なんとプロモーションビデオもありますので、ぜひ見てみましょうか。はいはい、もう近未来よね。パッケージがものすごく物柄ってますよね。そうなんですよ、なんか北斗の家みたい。なんか映画の映画すげえ。山盛りを信じて壮大ですね。これは買うよな、これ。これは、はい、映画ですね。買いたくなりました今。この PV は肉はどこだとおっしゃってましたけども、将来肉がなくなってしまうという想定をしてるんですよね、うん、そうですよね。ということはこちらのカレーは肉が使われていない、そんなカレーでございます。うん、さあこちらでございます、2050年カレーの激辛ペッパーチリ味、こちらを試食してみましょうか。2050年カレーペッパーチリは玉ねぎ、じゃがいも、にんにく、大豆を使い、ブラックペッパーを粒ごと入れています。これ肉ですよ、これゴロゴロしてるのはなんだ。いただきます。香りからしてどこまでも辛いっていう香りはしないんですけど、いや、めちゃめちゃ辛いですよ、これ。あ、やっぱ辛いですか。あ、ペッパーだ。おー、うん、ブラックペッパー見た。胡椒がすごい、これ辛いですね、うん、ペッパーチリの意味が分かった。わっ、でも辛っ、辛っ、後いくんすよ、うん、確かにブラックペッパーが、あ、胡椒粒のまんま、胡椒食ってもらった、うん、これは粒です、うまい。なんかお肉の感じは大豆でしょう、肉、大概ミートなんで、うん、だけどやっぱり辛さも相まって全然わかんないです、うん、肉食ってる感がすごいです。このスパイスのおかげで、はい、より肉感が増してるということです。そうですね、はい、うまいスパイスの使い方、辛いけど、いや、汗出てきますよ ね汗出てきますね。これ山森さんっていう、はい、あのメーカーが実はタイカレーを最初にレトルト化した、はい、パイオニア的な人、そうなんですか、グリーンカレーとかレッドカレーとか。そうですね、はい、まあ、コンビニとかでも結構売ってて、スパイスの扱いが上手なんでしょうね。あ、そうだと思います、はい。なかなかカレーに粒で入れないですよ、はい、ペッパーを。そうですよね。逆にでも食べれない辛さじゃないですよ、はい、僕辛いの苦手なんですけど、胡椒カレーって結構うまいっすよね、はい、うまいっすね。あ、確かに、また次ないからって今探してしまってるというか、そういう癖になる味。そう、僕も粒探してるんですよ今。うまい、なんかあの痛いも無理じゃなくて、はい、なんか癖になってまたあの刺激が欲しいっていう。確かに唐辛子の辛さってちょっとしんどくなる時ありますけど。そうなんですよ、ね、ブラックペッパーだな、辛さは抜けが早いですよね。そうですね。あー、胡椒きたーっつって、あれ、また欲しくなるみたいな、はい、関西の某有名なチェーン店もこのブラックペッパーの香りですね。どこですか。インディアンカレーです。あー、はい、そうだ、はい、このスーッとした感じは多分全く一緒ですね。これは近未来にヒントになるものはありますか。あ、まず大豆ミートですね、やはり。あ、全然ありだと思います、はい。あと、でも汗がわーっと出てきますよね。もう止まらないですよ、汗ぶわーっと、うん、もうでも汗かいてもこう爽やかですもん。私はなんかギトッとしますけどね。全然違うじゃないですか。さあ、続きましてこちら、これでカレーというね、このカレーはですね、秒でできるというキャッチコピーがついておりますので、映像を見てみましょうか。ましょう、スタート。秒でカレー、プロテイン作ってるみたいな感じですね。え、これでカレー、カレーできました。できた。今のターバン巻いた人がめちゃめちゃ面白い。はい、こちら近未来カレーですね。もうプロテインです、ほぼ。あ、なるほど。作り方は、あ、カレー、本当はカレー風味ですね。がっつりカレーな感じはしないし、はい、もはや僕にはプロテインしか見えません。プロテインにしか見えない、うん、よいしょ。じゃあ、これちょっと今回牛乳でやってみましょうか。はい、はい、牛乳、じゃあ、こっちから見たら見やすいんですよ、うん、でも粉分だから。はい、OK です、はい、
シェイクいきます。あ、振り慣れてますね。太陽さんがやるとかっこいいな。かっこいいですね。秒でカレーが完成です。へえ、これでカレーができるんだ。これでカレーなんですね。言っちゃいますね。言っちゃいますね。これでカレーって言っちゃいますね、はい、さあ早速これはもうカレーは飲み物ということで飲んでみましょうか。このスタイルでカレーを食べたことがないので、もはや飲むという行動に行きたいと思います。いただきます。カレーは飲み物です。うわー、飲んでるカレー、しっかりとねカレーになってますわ。そうですか。はい、これでカレーっていう感じ。入ってます。カレースープやん。カレースープ、いや、うん、いや、カレーですよこれ。うまい。でも香りはものすごくいい香り。なんかソースみたいな感じですかね。そうですね。すごい返しが秒で返ってきた。あのやっぱり豆のテイストを感じますね。うん、ちょっとあのアジアンチックな、そうですね、はい、あ、これ面白いな。美味しい。なんか初めはなんかこうビジュアルに違和感感じたんですけど、はい、味覚が、あ、これ正解正解って言ってますわ。ね、こういうカレーです。近未来カレーってこういうこと。いやー、なんか近未来感いますよね、この飲み方は。ね、これ肉使ってないんですよね。大豆タンパク、うん、僕が飲んでるのは大体タンパク質 20g なんで、もはやこれプロテインプラスアルファの栄養価も高いし。すげえ、マコンブが入ってる。ね、うまみ入ってますね。ね、あ、なるほど。ガーリックも生姜も入ってます。はい、そうです。マンゴーも入ってます。よく考えてんな。大豆を入れることですごいこうタンパク質のなんていうか、あの風味を感じますね。あ、毎朝これ飲もうか。いや、いいじゃないですか。あ、うん、いいじゃないですか。朝ごはんの代わりになりますよ、本当に。さあ今回はこちらの8カレー、2050年カレー、そしてこれでカレーと3種類試食をしましたが、はい、シェフ、はい、何か近未来カレーのヒントになるものはありましたか。はい、まずカレーっていうのは3大要素あると思うんですね。それが、まず辛み、香り、色味とあるんですけ ど、 なるほど、はい、まあ、逆に言うとその3つを抑えたらカレーらしくなるっていうのを改めて実感しました。うん、はい、特にこれとかね、斬新でしたね。そうなんですよ。でも食べたらしっかりカレーという、はいはい、それは非常に面白いなと思います。はい、でこちらは大豆ミートですね、はいはい、を使ってやってるという意味で、まあ、非常に近未来的 で、 でこちらが原点を抑えるという意味では、そうです、はい、あの全部合わせてあのなかなか面白い、はい、全く新しいカレーが作れるんじゃないかと思います。カレーの可能性というか幅の広さ、今世の中にカレーといったらもう何千 何万種類あると思うんですよ。その中でこう近未来に、これぞ近未来カレーっていうのは非常に難しいものだとは思うんですけども、そのピース、はい、のね、そうですね、パズルのピースを集めて、はい、新しいカレーができる日を、はい、楽しみにしております。寝ずに頑張ります。寝ずに頑張りますか。はい、もうこれはもう考えるしかないですね。そうですね、はい、楽しみですね。さあこの近未来カレーの完成は1ヶ月後です。お楽しみに。7 Chefs Mission 001 近未来カレー完成は1ヶ月後。この番組ですね、まずこれ1回目の初回なんですけども、すでにメールが届いております。読んでみましょうか。はい、はじめまして、一児の母をしております T と申します。ホームページを拝見して依頼させていただきました。ありがとうございます。さあ、ぶしつけなお願いで申し訳ないんですけども、解決していただきたい問題があります。息子の離乳食についてです。10ヶ月になる息子がなぜか和食を嫌いで食べてくれないんです。洋食だと問題なく食べてくれるんですが、和食だと泣いて嫌がります。薄味が嫌いなのではないかと思い、昆布やカツオでこれでもかというほど出汁を取ったり試行錯誤をしましたが、失敗が続いてしまいます。何度も失敗が続くと心が折れてしまいそうです。ぜひ
セブンシェフズの皆さんの凄腕で問題を解決していただけないでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。 T さん、住所大阪府豊中市、ありがとうございます。さあ、こちらセブンシェフズのラスボス村田さん、ご回答お願いします。それから母乳と同じように構成したらいいんです。母乳の中には糖質と脂質と旨味成分が入ってます。で、旨味成分は、母乳の中には、イノシン酸と違ってグルタミン酸が入ってます。それから、昆布だしでいいと思います。んで、糖質はまあまあお粥みたいな柔らかいお粥、それとまあちょっとタンパク質の、肉ってささみの細かく切ったやつとかを入れて、であとは油です。油が足らんやと思いますわ。それから、米油を、ちょっと垂らしてあげて混ぜてあげると、食べると思いますよ。成長に従って。それからまあまあ、離乳食始まるのが半年ぐらい経ってからですから、それから、普通の、ご飯を食べるのに半年ぐらいかかりますから、それは徐々にこう見計らって、お粥を固くご飯の方に近づけていくということですね。番組への相談依頼は7 Chefs への相談と書いて mail@toromi.co.jp まで。これからもどんどん相談待ってます。続いての登場はだし侍、祇園佐々木、佐々木宏。2023年2月末。祇園佐々木は全面改装のため半年間店を閉じました。祇園佐々木、佐々木宏でございます。いつもお世話になります。ちょうど今工事中でありまして、約半年かけて、リニューアルオープン目指して頑張ってます。まあこんな感じでね、まだまだ時間はかかりそうですけど、で何が変わったかというと、一番大きいのは窓がこうあるんですけど、調理場のに、人間がこう立ってて、お客さんが入ってこられて、調理風景ですね、調理風景もできたら見ながら入ってきてもらうと、臨場感が玄関から始まると思います。でこちら正面ですね、まだ今置いてないんですけども、ここに、仁王さん、仁王像が2体立ちます。でこう入ってきてもらうとカウンターですね。改装前の店舗で使っていたカウンターを天井に上げました。今回ね、もう全てカウンターはオープンにしまして、一切裏厨房がなく、だから調理場の人間は1年生からトップまで2番手まで全部ここでみんなの顔を見てもらって、技術は全て僕が教えていって継承していく、これから継承していかないと料理人も僕ダメやなと思うんですね。新店舗は料理人を育てるラボとしての機能を持ちます。もう一つあります、もう一つは子ども割烹、定期的に、お子さんを来てもらって、そこで切ったり、また時にはちょっと炙ってみたり焼いてみたり、調理っていうのを身近に考えてもらって、調理の楽しさ、そういうのをもう実体験してもらうと、今後どう言ったらいいんですか、料理になる方も増えてくるかも分かりませんし、またお母さんが台所に立ってたら、ちょっと僕これぐらい私ちょっとやろうかとか、そういうふうなまた一つの会話ができて家庭も整っていくんじゃないのかなと思いますんで、
要するに興味を持って食事、食に対して興味を持つっていうことがこれから大事なので、定期的に子ども割烹やりたいなと思います。皆さんその時はちゃんと、告知しますんで、どうぞ協力してください。よろしくお願いします。ミッション023、子ども割烹を企画し成功させよ。セブンシェフス、次回8月9日の放送は吉川健太郎シェフの近未来カレーを発表。ラスボス村田義弘、だし侍佐々木博、ミシュランレッドガイド三つ星シェフ2人に与えられたミッションは近未来和食を作れ。甘辛手帳和食専門ウェブマガジンワトビでの連載が決定。セブンシェフス、次回は8月9日深夜2時半。